さて、5月といえば自動車税の支払い好きですね。自動車税といえばこちらの方、映画パーソナリティ、ことぶきつかささんです。ことぶきさんおはようございます。おはようございます。いや、<え> <laughs> ちょっと、はい、いろいろな肩書きつけてもらうの本当ありがたいと思ってるんですよ。<え>ただ、あの、自動車税といえばこの方っていう、<え>あの 1>, 1ミリもかすってない方がきいただいたんですよかすってませんでしたかかすってないですね小田さん,さん自家用自動車お持ちですか持ってないです<ー>すみませんデラちゃんこんなこと言うのもなんですけどもね、はい、49年間生きてきて一回も自家用車持ったことないんですよそうでしたかちなみに免許いかがですかデラちゃんね免許はね当然持っているとともに いや今ね、やっぱり世の中便利になりましてね。<っ>カーシェアリングってあるじゃないですか。すね、あれめちゃくちゃ便利で、<っ>実はうちの、まあ、マンションの、はい、もうほんと隣にカーシェアリングがあるんですよ。はい、だからスマホ一発でこう予約できちゃいますし、<ー>で、駐車場のお金もいらないわけじゃないですか。 駐車場代金もいらないしね、借りたいときに借りられるしみたいなことで、えーはい、正直僕ね、カーシェアリングを最近は使ってます。すゴールデンウィークも、家族でちょっと遠出したわけですけれども、その時もカーシェアリングで。あそうですか。はい。ところで、自動車を持っている方はですね、毎年5月に自動車税を支払わなくてはいけないわけですが、納税忘れると、延滞金が発生したり、車検が通らなかったりと、さまざまな 様々なデメリットが生じますからこれことぶきさんも気をつけてくださいねいや本当に気をつけなきゃいけないし僕ちなみに、まあ、こんなこと言うのもなんですけども僕あの三輪バイク持ってるんでああ三輪だからヘルメット被らなくていい、ええ、まあ自動車的なことなんですけども、はい で要は三輪バイクは持ってるんですよ長い間税、ええ、金かかりますからねあ、そうですよねそちらにも、ねはいはい、それは気をつけないといけませんね、はい、で一応ですね青森と秋田は6月末までの支払いなんだそうですが、うん、でもこれどうして自動車税の納付は5月なんでしょうかえ 理由があるんですか ?5 月にという。いや、そうなんですね。自動車持ってる方は毎年5月に自動車税を支払わなくてはいけない。ああ、えー、5月に払う理由。はい、6月はね、まあ、世界的にこのジューンブライドなんてね、言いましてね。この方向違うな。はい いいいいやいやもう寺ちゃんの薄の薄らら笑笑ででわかりますよこれですね<あ>あの自動車税、はい、軽自動車税というのは毎年4月1日時点で確認ができた登録者の所有者に対して翌年3月までの税金、まあ、1年分ですよねこれを前払い式でまとめて徴収するものなんです。ですから毎年5月にこの納付期限を設定している背景には4月1日時点で登録者の確認定 手続きを行いますから、まあそこからの手続きとなりますので、5月末が支払い期限となっているということのようなんですね。ああ、そういうことなんですね。はい、ただ今あの自動引き落としとかに僕してるから、ああそうでしたか。そうなんですよ。だからいつ引き落とされたんだったかなみたいなことがちょっ。はい と言わね不確かだったんですけどいや自動引き落としても便利ですからねこれね忘れることがね、えー、ないんでねそうですねさてその自動車と言いますと来週日本でも映画「ワイルドスピード」シリーズの最新作が公開されます寿<ー>さんは「ワイルドスピード」ご存知ですかねちょ,っとちょっとあのご存知ですかってねえらちゃんはい 聞いたことあります。ありますか。かいやいやいや、山田さん、ありがとうございます。本業はね、はい、ちょっとね、僕はね、いじってもらったら困るわけですよ。<laughs> そうなんですね。知ってるに決まってるじゃないですか。もともとね、インディーゼルとか出てましたよ。はい。で、このワイルドスピードシリーズなんですけれども、うん、この度ですね。アメリカの資金管理の情報サイトが、このワイルドスピードシリーズ全十作品を鑑賞する人。一人に対して 1,、うん、一千ドルと言いますから、およそ。 13万円支払う企画というのを始めたんだそうです。どういうことそれ。何映画を見ただけでそうです。全10作品を鑑賞する人一人に対して13、13万円お支払いしますよという企画。これを始めたと。乗りたいな、その企画。乗りたいですよね。いや、僕で、ね、今思い出したのが、<え>以前ね、とある番組の企画ですけれども、はい、僕、ドキュメンタリー映画、 39本一気見するっていう企画で、ねはい、トライしたことあるんですよ。おすごいじゃないですか。一気見ですよ。はい。もう、マンションにある種軟禁状態。はい。39本一気見。入れたら失格。やっぱりね。で、もう、うん、後半で、ちょっと眠いなってなるじゃないですか。はい。 見てくるから寝てるからかってだから出れなかったらもう終わりにそうかそうか寝てたら出られないからねで39本一気にしましたけどね<ー>実際そうですかこれそのワイルドスピード作品全作品で発生した全ての自動車事故の損害額を調査することが目的の企画なんだそうでして<ー>、ま、今回全作品で事故を清算してもらってですね そしてその調査結果をもとにシリーズの無謀な運転に関する保険の影響を推計する、まあ、こういう企画なんだそうです。えー、これ保険の支払い金額としてはいいくらぐらぐになるんですかねああの Y スピの中でね、はい、もちろんそのフィクションとはいえ事故が起きると、はい、そこでまあ保険全部ね、えー、これ多分とんでもない額になりますから。はい おそらくもう数億円レベルじゃ効かないでしょうね、はい、効かない聞かないもうとんでもないですよ、ええ、お答えあるんですかこれありますやっぱあるのね、ええ、ちょっとごめんなさいだから三十、はい、億円もう30億ときましたねとかどうですか、はい、ある保険会社の試算によりますと車ヘリコプター建物の損傷などすべて合わせると保険金の支払額としては六百億円相当になったという見積もりもあるというんですねあの一ついいですかはい 車だけじゃなくて、ええ。 ヘリコプターやらビルやらとか入ってきたらさとんでもない額になりますよれはなりますねやっぱりね車だけじゃないんですねそうなんですよあららららただですねまあ、YSP5000、はい、億以上稼いでる映画ですからまあ六百億ぐらいはね許容範囲なのかもしれませんけれどもでもあのこのこちらの YSP の保険調査のためのお仕事締め切り五月十九日ということですから小とさん応募してみたらいかがですい,いや,いや応募したいですねこれマジで、ね、ごめんなさい、はい、ただですねアメリカ在住が条件ですからはい 早く引っ越した方がいいですよ。じゃテラちゃん、はい、アメリカ在住<え>条件はいあのもう渡航費だけで約十三万円飛ぶわ。ええ、やっぱり行っちゃいますか。簡単に飛ぶわ。<laughs> あそうですか。えー、やめてください。そんな中今朝ことぶきさんが紹介してくれる映画何でしょう。はい、えー、今朝紹介する作品ですけども超絶話題作です。 ターという作品を紹介します。ジャングルの王者、ターちゃんですかねいや、懐かしいな。あったな、そんな漫画が。はい、漫画でしょ、これ。あったな。<laughs> 僕が学生時代の漫画ですけどもね。違います。こちらの作品なんですけれども、<あ>まあ、あの、インザベッドルームだとかね、あとはね、リトルチルドレンなどのこう、トッドフィールドという監督がいるわけなんですけども、このトッドフィールドが、 16年ぶりに手がけた長編作品なんですよね。はいえー、で、ケイト・ブラシェットを主演に、まあ、天才的な才能を持った女性指揮者の苦悩を描いた作品なんです。<え>物語簡単に説明いたしますと、まあ、このドイツの有名なオーケストラで女性としては初めて主席指揮者に任命された リディアターが主人公なんですね。はい、で、このリディアターは、天才的な能力、そして類いまれなプロデュース力で、その地位を築き、キャリアアップしていったんです。ただ、まあ女性として、この指揮者としてね、どん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 このプレッシャーがね、彼女をこう、蝕んでいくんですよ。<ー>要は精神的にもちょっと非常にこの、疲れてきてしまうんですよね。えー、そんな中ね、 かつて彼女が指導した若手指揮者が亡くなってしまったという、まあ、知らせが入るわけです。えー、すると、ターはね、まあ、ある疑惑をかけられるという、まあまあ、お話なんですけれども、このターという作品、本当に世界的に評価されてて、えー、例えばベネチア国際映画祭のコンペティション部門にも出品されてるんですけれども、主人公のケイト・ブランシェットが、自身で、 二度目となりますね。最優秀女優賞受賞してます。うん、第80回ゴールデングローブ賞では主演女優賞を受賞。そして、第95回アカデミー賞では作品、監督、脚本、主演と、あ6部門でノミネートされてるんですね。<っ>まずね、前提として、今アカデミー賞の話しましたけども、第95回アメリカのアカデミー賞は、あの、最優秀作品賞が、 エブリシングエブリアオール r ットワンス、エブエブが受賞。<っ>そして、主演女優賞がエブエブのミシェル・ヨーが、まあ、オスカー受賞したわけですが、テラ、はい、ゃん<っ>もし僕がアカデミー会員ならば、僕はこのターという作品に僕は投票してたかもしれない。そうですかそして、ケイト・ブランシェットに僕は投票してたかもしれない。 それぐらい僕はこのターという作品が大好きなんですよね。えー、いや、面白いなと思ったのが、これ理由は見た上で観客のそれぞれが感じてほしいんですけど、エンドロールから始まるんですよ。なかなかエンドロールから始まる作品なんてないじゃないですか。えー、まあその理由はね、ちょっと見ていただきたいななんていうふうに思います。でね、まあこのリリアターというまあ女性なんですけれども、先ほども言いました、まあ初のこのフィルハーモニーでの指揮者となったと。 女性として。はい、でね、天才なんですよ。<え>天才なんですけれども、まあこの女性音楽家への、まあセクハラだとか、あ<ー>まあ過去の生徒へのこのパワハラだとかがこうね、疑われるわけですよ。この作品見てるとね、まあターという人物がどん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 キャリアアップしていくわけなんですけれども、はい、周りの人物たちが彼女に意見できなくなってくるんですよ。 これって、本当にいろいろな業界であることだと思うんですけれども、ある種ね、僕は社会風刺だな、なんていうふうに思いました。あとね、これね、裏知識なんですけれども、実はね、まあ、監督、まあ、脚本も兼ねてるんですけれども、このターという作品物語書いてる時に、もうね、主人公ケイト・ブランシェットへの宛書きだったらしいんですよ。<ー>でも脚本段階で、この主人公はケイト・ブランシェットしかいないと。 でも、ケイト・ブランシェットにはまだオファー出してないんですよ。えー、で、書き終わった後、ケイト・ブランシェットにこの脚本で出演してくれないかということで、まあ、ケイトは快諾したわけなんですけれども、はいえー、ケイト・ブランシェットなんて言ったらもちろん一流女優なわけで、オスカー女優ですよ。もしかしたら断る可能性もあったわけじゃないですか。はい、か監督自身言ってるのが、もしケイト・ブランシェットがこの作品のオファーを断ったら、この作品の企画自体没になって、 ていたかもしれないということで、<ー>とにかくケイト・ブランシェットがこの作品開拓したことにより、まあ制作されたと言ってもいいと思うんですよね。まあ嫉妬心だとか虚栄心など様々な感情がリディアター、そして楽団に渦巻くと、そのあたり注目してもらいたいと思います。映画ター、ぜひ劇場で体験してみてください。ことぶきさん映画ター、10点満点中何点 えー、てらちゃん、10点でお願いします。 今朝、寿さんが紹介してくれました映画、ターの劇場鑑賞券、3組6人にプレゼントします。メールでご応募ください。宛先は、テラ映画アットマーク、joqr.net。映画、ターは明日5月12日、金曜日公開です。寿さん、今朝もありがとうございました。ありがとうございました。ニュースピックアップ、寿シネマのコーナーでした。